どうも皆さんこんにちは、みたいです。先ほどのニュースなんですけども、いやーびっくりしましたね。元幕内で木瀬部屋に所属していた秋瀬山さんがなんと現役を引退し、年寄り井筒を襲名すると発表しました。いやーびっくりしましたね。というのも秋瀬山さん、先場所の名古屋場所ではご当地なんですけども、東幕下16枚目で5勝2敗の勝ち越しだったんですよね。16枚目で5勝2敗ですから、まあ、来場所は幕下の10枚目以内ぐらいにはね入れたと思うんですけども、ここでの引退を決意となりました。ということで、この秋瀬山という力士を振り返っていきたいんですけども、秋瀬山さん、本名は深尾光彦さんと言います。出身校は埼玉栄、そして大学は日本大学ということで、まあ、僕のね大学の先輩にあたる方です。まあ、年齢がかなり離れているので、まあ、お会いしたこととかね話したこととかないんですけども、まあ、当然日大の大先輩ということで僕は一方的に存じております。先場所中になんと38歳を迎えられたということで、まあ、本当に大ベテランですよね。すごいですよね。出身地は愛知県春日井市。身長は公式プロフィールで 182.9 センチ、そして体重 181.5キロと、まあ、身長と体重がほぼイコールの力士となっています。まあ、突き押し相撲が得意だったんですけども、最近は四つに組んでも取れたし、なんか結構器用な感じでね、いやー秋瀬山先輩すごいですねといった感じだったんですけども、なんかとにかくびっくりしましたね。引退されたんですね。先場所中のインタビューでは、誕生日を迎えた7月18日10日目に勝ち越しを決めていて、その時には地元で誕生日に勝ち越してさらに嬉しい、幕下15枚目以内に戻れると笑顔を見せていたということなので、まあ、この番付でね、この成績っていうのは、まあ、まだまだ、ね、強いと言っても過言ではない成績だと思います。さらに先場所では若手で伸び盛りの日大の後輩武尊富士に勝ち、そして同じく伸び盛り佐渡ヶ嶽部屋の琴手ばかりに勝ったりとね、まあなんか大学高校の後輩にプロの厳しさをね教えていたという感じだったんですけども、ね、まだやれそうですけど、ここで引退されましたね。そしてこの秋瀬山こと井筒親方なんですけども、ね、とにかく人気の力士でしたよね。まあ、相撲ファンの能町みね子氏からは、肌が発酵前のパン生地のようであることから、まあ、パンの山とかね言われたりとか、なんかパンって言われたりして、まあ、かなり人気でした。まあ、見た目もかなりねパンチの効いた方で、まあ、それも相まってね非常に特に名古屋場所では絶大な人気だったんですよね。秋瀬山さん最高位は東の前頭12枚目ということなんですけども、この地位に行ったのがなんと2021年2年前の3月場所なんですよね。36歳の時に自己最高位35歳かな。いや本当にね、まあこう言ったらあれですけども遅咲きの方でしたね。デビューから幕下までは全て一場所で通過していったんですけども、新十両関取になるまでには約3年かかりました。そして新入幕まではさらに時間がかかっていて、所要48場所ということで、学生相撲出身者、大学出身者としては史上4位のスロー出世となったみたいですね。また史上4位ということなんですけども、上位3人が他の大学出身者であるため、日大出身者に限れば最もスローな出世だったということですね。その新入幕会見で秋瀬山さんは、自分の中で嫌になる時もあった、でも親方が一生懸命指導してくれたので、一緒にビデオを見て勝負どころを教えてもらったし、諦めるなと言ってくれた、親方の言うことを聞いたから今の番付があると、まあ、親方に感謝していたということですね。まあ、新入幕まで非常にこう時間がかかった力士なんですけども、まあ、ただねとはいえその前もずっと関取っていうものはしばらく務めていたので、まあ、非常にね強い力士だったことは間違いないですね。ただその後新入幕の場所では跳ね返されてしまい、そのまま一気に幕下まで転落してしまうんですよね。そこから約2年近く幕下までいたんですが、そこからまた関取に戻り、
そして2021年に3場所幕内を務めたということなんですよね。2021年の5月場所では場所中に怪我を負ってしまい、その後3場所連続休場となってしまい幕下に落ちてしまいました。まあ、最近はね幕下の1桁、まあ、10枚目上位とかをねずっと行き来したりしていて、まあ、まだまだね先場所の結果もある通り力はあるのかなとは思っていたんですけども、ここで引退し井筒を襲名ということになりましたね。年寄り井筒を襲名ということで、まあ、この株については同じ木瀬部屋の島の海さんが保有していると言われていますから、まあ、仮株という感じになるんでしょうね。まあ、島の海さんってことはもうちょいやられるんでしょうかね。まあ、結構島の海さんもね十両から落ちるギリギリのとこでなんとか持ちこたえてっていうのを続けているので、まあ、もしかして幕下に転落したらそのまま引退なのかなとかって思っているので、秋瀬山さんそうなったらどうするんでしょうかね。また株を探すのか、それとも、ね、別のことをされるのかわからないんですけども、ご実家がタイル屋さんということなので、まあ、ご実家に戻ったりとかね、まあ、はたまた違うことをされるっていうのもあるかもしれませんね。まあ、秋瀬山さんといえば非常にこの手をつくときが特徴な力士でしたね。手をねグーで握らずに なんて言うんだろう、こう指をこうねなんていう猫の手みたいにしてつくみたいなのが、まあ、特徴的だったなと思います。実は秋瀬山さんって大関以上の人にね非常に勝率がいいんですよね。新大関の豊昇龍に対しては2回やって2勝しています。さらに元大関の栃ノ心さんにも2勝しているということで、まあ、この結果を見ても分かる通り非常にこう力のあった力士ですね。まあ、体がね非常にこうなんて言うんだろうな、うん、ふくよかなというか、あの流動性のある体で、そういうものもね相手からしたら押しづらかったんじゃないかなと思いますね。ただその体に似合わず非常にこの器用な一面もあり、また動きも良かったということで、そういう意味でもね突き押し、得意技の突き押しだけにとどまらず、まあ、多彩なね技というか動きを見せたりとか、まあ、そういうものもこの秋瀬山さんがここまで活躍できたという要因ではないのかなと思います。まあ38歳大ベテランとなるまでされたというのはもう本当にねお疲れ様でしたというところですね。まあ、木瀬部屋の部屋付き親方となると思うので、まあ、今後は仮株が続く限りというか株が用意できる限り相撲協会に残って、まあ、後輩後進のね指導に当たるんだろうなと思います。いやー深尾先輩、まあ、日大のね大先輩ですけど、また一人こう日大生のね先輩が引退されました。もう本当にね長い間、うん、お疲れ様でしたとしか言いようがないですよね。23歳22歳かなで入門して38歳まで、まあ、実に約15年間16年間大相撲の世界で戦い続けたっていうのはね、いやーすごいなと思います。何より元気ですよね。本当に休場も少ない力士でしたね。幕内で顎を骨折した時まではほぼね休場もなくずっと出場されていて、勝っても負けても土俵を守り続けたっていうのはね本当に立派だなと思います。無事これ名馬じゃないけどね、本当にみんなの記憶に残る、うん、愛される力士だったんだろうなと思います。秋瀬山関、いや井筒親方、いや深尾先輩、お疲れ様でした。今後は後進の指導をぜひ頑張っていただければと思います。ということで